はい、どうも、拓翔です。今回はですね、ニッタクから発売中の層 MFP ですね、層の角型、はい、角型を使ってヤンジェネサービスの逆に曲がる方法についてレクチャーしたいと思います。通常のヤンジェネサービスはヘッドが、やや下がります。ヘッドダウンな感じでスイングします。あ、こんな感じですね。ヘッドを下げた状態でスイングするのがヤンジェネ、通常のヤンジェネサービスです。で、ヤンジェネサービスの、モーション、テールバックから逆回転のサービスを出す場合は引いてからヘッドを高くしてスイングします。はい、で、ここだけ見たら全然違うんですけど、構えからテイクバックまでが同じような動きでやれると、まあ、ギリギリまで、まあ、ヤンジェネだと思うので、ね、さらにヤンジェネをこうフォア前とかに出せると、まあ、こちらはやっぱり警戒したりしますので、でそこでバックスイングを取った時にちょっとヘッドを上げてあげて、で、スイングします。これがです。引いて、ヘッドを少し上げて、スイングします。あとは、ラッカーと、ヤンジェネサービス。同じように、例えば、こう、モーションをちょっと工夫したり、引いたりしてあげて、逆に曲がるヤンジェネサービスの場合も、工夫してあげると、より効果的だと思います。以上です。ちなみに、シェイクでも可能です。はい、やや、そうすると、やっぱ